イオンモールで見つけよう、みんなの SDGs。 イオンモールで気になるエコな取り組みを見つけました。その名も幸福リレーです。幸福リレーってどんな取り組みですか？幸福リレーはまだ着ることができるのに捨てられてしまう服や大好きだった思い出の服の回収を行うリサイクルプロジェクトです。お預かりした服は寄付をしたりリサイクル原料に加工して再びお洋服にすることができるので二酸化炭素の排出量を減らすことにつながるんです。すごい、思い出の服でエコ活動できちゃう。イオンモールではこれまでも豊かな地球や社会のために様々なことに力を注いできました。例えば太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの利用拡大による脱炭素社会の実現に向けた取り組みなどがあります。幸福リレーのようにお客様と一緒に地球を思う取り組みも今後どんどん実施していきます。素敵です。お家に帰ったら家族みんなで機内服集めします。今回イオンモールで見つけたみんなの SDGs。 イオンモール。